皆さんおはようございます。ヤスです。今日は早朝スタートです。今日は久しぶりにマスの餌釣りをしたいと思っております。マス釣りはルアーとかドフライばかりなので、たまには違う釣り方もいいかなと思って、今日は餌釣りをしようと思っております。実は今回はマスを釣った後に場所をちょっと移動して、どこかでデイキャンプをして、焚き火でマスの塩焼きを作ろうかなと思っております。無事について受付を済ませたんですけど、まだ暗いですね。ライト持ってきてないのでやりづらそうですけど、まあ明るくなるまでちょっと場所を探していきたいと思います。少しずつ明るくなってきましたね。山が色づいてます。さて今日はどこで釣ろうかな。全く魚の姿が見えませんね。今日は 4.5 メートルの延べ竿にマス針と、餌はイクラを使っていきます。最初は浮き釣りでやりたいと思います。とりあえず目標は5匹は釣って帰りたいですね。塩焼きと干物とホイル焼き、あと多く釣れたら南蛮漬けもいいですね。野菜たっぷり、めんつゆと寿司で簡単にできるのでおすすめです。魚が全然見えない。あー失敗した。実は最近 GoPro にマイクをつけて音声を拾ってるんですけど、どうも相性が悪くて声が飛んだりこもったり、あとバッテリーの減りも早くて、あとですね、音声は撮れるのに映像がなかったりとか不具合ばかりなので、以前のようにテロップに戻すかもしれませんが、しばらくはこんな感じで撮影していきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。ちょっと当たりがないので浮き釣りから目印を使った脈釣りにしてみます。浮きゴムに細い木の枝とかを刺して動かないようにします。脈釣りにすると餌をゆっくり流すことができて、あと魚が食った時に浮きの抵抗がなくて違和感を与えないので合わせやすくなります。脈釣りって浮き釣りよりも難しいんですよね。お、来た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 、来てる来てる来てる、やったー、お、やったやった、1匹目、綺麗なニジマスですね。まずは1匹目、ちょっと脈釣りは難しいので浮き釣りに戻します。浮きが沈むのを見ながら釣るのがやっぱ面白いですね。イクラは餌持ちが悪いですね。すぐ取れちゃう。よし来たー、バレるなよバレるな。よし2匹目、よっしゃ3匹目、4匹目、5匹目、お、6匹目、7匹目、
最終的にこんだけ釣れました。まあ、15、6匹いるのかな。これからこれを下処理していきたいと思います。はい、ということで下処理が終わって次はキャンプ地に向かいたいと思います。あの管理釣り場はですね、下処理スペースがあるのでナイフ1本あればエラや内臓も処理できるので家の台所が汚れなくて済みますね。動画はですね、他にも多くの方が下処理をしていたので今回は撮影しませんでした。全部さばくのに1時間はかかりましたね。鱗を取ってエラを取って内臓を取ってってかなり大変でした。キャンプ地に着きました。もうすぐ夕方になるので急いでタープを張ったらですね、8分で張れました。実は今日はニューアイテムを紹介しようと思って今回使ってみました。 DOD のタープポールです。まずは塩焼き用に魚に刺す串を作っていきたいと思います。次は焚き火ですね。文明の力を借ります。チャッカマンがつかない。ガスバーナーの力はすごいですね。塩焼き用は下処理してすぐ食べる予定だったので汚れがつかないようにラップで包んできました。そしたら串を刺していきたいと思います。まず口から刺してエラから出したら真ん中辺に刺して尻尾の手前へ刺していきますと。こんな感じですかね。ナイフで皮に切れ目を入れておくと刺さりやすいですね。そしたら魚に塩を振っていきます。焼いていきますね。直接網の上に置くと皮がくっつくので必ず串に刺して遠火で焼くようにしてください。こんな感じかな。様子を見ながら10分おきぐらいですね。でひっくり返した方がいいと思います。いいかな。はい、できました。マスの塩焼きです。いい感じに焼き目もついて美味しそうです。ではいただきたいと思います。まずはこの背中の方からいただきたいと思います。
おお、おいしい。身がふわふわですね。皮はパリッとして塩味が最高ですね。塩が多かったかなと思ったけど、全然ちょうどいいです。骨も全然気にならないですね。前日の夜からご飯食べてなかったので、めちゃくちゃうまいです。こりゃたまらん。最後の一匹もいただきたいと思います。うまい。待って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 、あれどこ行った？俺のマスが持っていかれた。最後の一匹、一口食べたところで猫に持っていかれました。いや、お茶を飲もうと思ってクーラーボックスを漁ったんですけど、その隙に猫に持っていかれましたね。いや、猫ちゃんにはちょっと塩分が多すぎる気がして、大丈夫かなって心配してます。でも美味しかった。